せです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎バリオス2のご紹介です。こちらですね、カラーリングはブラック、そしてタックロールシートなんですね。細かいところまでカスタムされている1台となっております。ぜひですね、いろいろとご紹介させていただきたいと思います。まずフロント周りですね、ヘッドライトはマルチリフレクター、そしてバルブは LED バルブを装備しております。ウィンカー等のですね、大きなレンズ割れとはございません。フロントフォークの大きなにじみや漏れ、こういったものもない状態です。フロントフェンダーの大きな割れ、こういったものもございません。ホイールですね、フロントホイールブラックにペイント済みですね。こちらも、大きなガリ傷、へこみ、エア漏れなどもない状態です。はい、エンジン周りです。ヘッドからの大きなオイルにじみですね、各種オイル漏れ等もなさそうですね。少しこちら、カバーの部分、少しね、点灯傷ありますけれども、オイル漏れなどはなさそうです。サイドカバー割れなどもなさそうですね、大丈夫そうです。マフラーはレーシングマフラーですね。後ほど元の方はご紹介させていただきます。はい、リア周りです。ホイールのですね、ガリ傷、曲がり、へこみ、こういったものもございません。リア周りはですね、テールをカットしている状態となっております。フェンダーレスですね。反対側回っていただきまして、シートです。大きな切れ、破れ、少しね、こうひび割れありますけどね、こういった状態となっております。大きな破れはなさそうです。タンク周りですね、目立った大きなへこみはなさそうです。少しですね、タンク傷ありますけども、大丈夫そうですね。ではエンジンの方、少しお楽しみいただければと思います。とってもおすすめの機体です。皆様のお問い合わせお待ちしております。